さんよ、ハーバンはよ、ハイエーチャンネルのハイです。ということで今回なんですけども、3ターン目 QED ね、使っていこうかなと思います。これまたね、視聴さんからライブ配信でデッキコードをね、いただきました。本当にありがとうございます。まあ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 皆さんね、メタルアベンジャー、ビクトリーですよねと。で、心理獣エビデンス、そしてね、竜装 QED、当たったんだけど、なんかどういうデッキ組んでいいかわかんないし、メタルアベンジャーなんか外れビクトリーなんじゃないかみたいなね、噂が、ちらほらちらほら聞こえてきますよ。まあ将来性はね、とてもあるカードなんですが、まあデュエルマスターズプレイスね、まあインビンシブルテクノロジーとか、まあわざわざこのね、珍獣獣エビデンスをわざわざこんなね、めんどくさい流解条件をクリアしてまで踏み倒したい呪文があるかと言われると、まあ、そんなにないわけですよね。じゃあこのエビデンスとかその QED で、まあそんなに生成コスト高いデッキを組むなら、まあボツソだったり、まあ白タンとかにね、まあ DMP、まあポイントね、使いたいという気持ちね、非常にわかるんですけど、いやこれね、マーシャルクイーンなんだよねみんな。そう。このデッキの理想ムーブ、コスモポリタン、マーシャルクイーン、オーガン、ポジトロン、ラッキーダーツ、オア、スペルブルーで、この心理獣エビデンス、自分のターン終了時に、そのターン自分の水のクリーチャーまたは水の呪文をね、合計3枚以上召喚または唱えていれば、このドラグハートで流解することができる。おやおやと。あれこれマーシャルクイーン使ったら、3ターン目に、この QED が爆誕してしまうんじゃないかなと。で、これ QED は0マナで呪文とかね、クリーチャーを召喚できるんですよ。で、これマーシャルクイーンに0マナになったプレミアム切り込むを出して、あとはね、ボルメテウスサファイドラゴンでね、まあ、ぶっ放せばいいじゃないということで、3ターン目 QED ね、めちゃくちゃ脳汁が出るね、もう最高のデッキになってますんで、ぜひね、皆さん作らないでくださいと。はい。作らないでください、これ。ポイントに余裕のある人だけ、作ってみてください。まあでもね、本当にね、これ、ね、見る分にはね、すごい楽しいデッキになってて、まあ、全試合ね、面白い試合になってますんで、ぜひね、最後まで見ていただけたらなと思います。よろしければね、年内チャンネル登録者3万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう！エグザ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、マーシャルクイーン、ポジトロンサイン、メタルアベンジャー、コスモポリタン、スペルサイクリカでね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。さあ、コスモポリタンとマーシャルクイーン引けてるんでね、まあ、とりあえず、まあ、いけるかなと。まあ、早くね、これね、リスナーさんからね、まあ、もらったデッキなんですけど、やっぱりね、ガチャデッキというものはですね、撮影時間にね、とてつもない労力をね、発揮しますね。まず最近ね、環境デッキばっか上げてたからかもしんないけど、もうネタデッキの撮影がね、まあ、とても押してて、あとね、3本ぐらいネタデッキ撮ってるんですけど、まだね、なんか勝ち試合がね、なんかポンポンポンってね、1試合ずつぐらいしか撮れてなくて、編集してないね、ストックが、編集できてないストックがね、いっぱいあるんですよ。だがしかし、決まりそうですね、これ。最速3ターンで QED にね、まあ、流解する物語。こっから始めていきましょう、皆さん。さあ、運命が変わります。さあ、ポジトロンサインとポジトロンサインと、あと適当に、まあ、選んだんですけどもさ、ポジトロン2枚から、織りなせるハーモニー、果たしてあるんですかね？あるんですよ。さあ、砲丸ブラスターで神より定められし、シークエンスを、これ、サイクリカのおかげで、ガチャデッキのね、こうリセマラがね、可能になってくるんですよ。これリセマラって呼んでる。あっじゃないのか別に。まあ、ハンド1枚だけど、まあ、テーマはすごいよね。なんかもう、マーシャルクイーンがさ、知識を、我が元にさ、これ、砲丸ブラスターの能力って何が、ボルメっていうサファイアドラゴン？悪くはないぞと。悪くはないけど、マーシャルクイーンで、そう、これ、サイクリカから戻ってきた砲丸ブラスターをね、もう一回再利用することができるんで、なんなのやさ、メタルアベンジャー。あんたがね、もう来てくれなきゃ、この砲丸ブラスターでメタルアベンジャーが、インビンシブルテクノロジーこれ、メタルアベンジャー出ますよ。これ QED 流解だ。来たぞ来た。さあ、これ QED メタルアベンジャー。もう3枚どころじゃない。このターン何枚呪文使ってるかわからない。さあ、エビデンス。これエビデンスが流解しますね。でもこれターン終了時なのかな？本当に惜しい。でもしょうがないね。これターン終了時じゃなかったら強すぎるから。ですけど皆さんわかりますか？これエビデンスが、これ流解して QED になることによって、キリコムーン、サイクリカ、
マーシャルクイーン、ホーガンブラスター、すべてゼロマナですからね。こっから織りなしていくんで、ボルメテウス、アファイア、ドランゴも出てるんで、もう基本的に勝ちじゃないかなと。これなんだよ、さっき来たね、3ターン目 QED 完璧ですよ。あ、これ3ターン目だよね。あれ3ターン目だったよね。テンション上がりすぎて何ターン目か覚えてないけど、あれ3ターン目だよな、合ってるよね。まあ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 、でもこんだけ分回ったらさ、プリン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 、オッケー。でもこれね、切り込むんで、でもサファイア結構見えてるからな、切り込むんで、なんかもう一回ガチャするよりかはこの打点で押し切った方が良さそうではあるな、普通に。いやこれね、千載一遇の勝ち試合のチャンスだからね、しかも結構分回ってるから、これはちょっとね、大事にいきたい。もうネタデッキなのにめっちゃ考える。もうネタデッキの方がね、考えるんじゃないか、プレイング。さあ、マーシャル、乗っけてって、これね、スペルブルーをね、展開したとしてもね、盤面7体制限なんだよな。これがね、本当に残念。いや、めちゃくちゃ楽しいな、このデッキ。やっぱね、QED はね、やっぱね、見た時からね、ロマンがあると思っていましたよ。テクノロジーがな、まあ、1枚、デュエプレ電動だから、もう、デュエプレ電動のカードをね、絶対に引き当てないと、結構黄金ムーブができないっていうね。もうすごくもうネジどころじゃない、これ。歯車がね、1個か2個外れてるようなデッキなんですけど、これね、スペルブルーをあえて選ばないです。これ盤面いっぱいなんで。で、これ呪文押そう。決め倒す。で、サファイア縦になったからよかった。切り込むいかなくて。でもこれサファイアが出る可能性はなくなったんで、もう相手がトリガーないことを祈ってぶん殴るしかないと、すごい呪文を踏み倒せるんだから、ほら見てこれ。すごくないか、これが本当のガチャガチャデッキ。あ、ラッキーダンスか、ラッキーダンスなんだから、もう、これが本当のガチャガチャデッキ。もうでも最後外れていくと。でも殴るしかないですけど、メタルアベンジャーと、あ、まだあんのかい。まだあんのかいと。もうどんだけ踏み倒すんだいと、もう全部のさ、もうすごいんだから、もうこのデッキはもう本当に。だからこれでも呪文で選ばれないんで、まあクロックとかね、出てこない限りは、基本的に、勝ちなんじゃないでしょうかということで、メタルアベンジャーでダイレクトアダック対戦、アドシュタ。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、コスモポリタン、マーシャルクイーン、コスモポリタン、ホーガンブラスター、ポジトロンサインでね、始まったエンフォーサーなんですけど、エンフォーサー久々に見たね。スペルサイクルか。ハンドはめっちゃいいよ。コスモポリタン、マーシャルクイーン。これね、3ターン目 QBD。しっかりと決めていきましょうか。相手のデッキタイプ、エンフォーサージャスミン。何デッキなんだろうね。さあ、フェアリーライフでマナッカソック。でもコスモポリタン。あー、なんか変なのあったな。アカシックサードとかなのかな。もしかしたらね。さあ、コスモポリタン置いて、さあ行きましょう。コスモポリタン。次の女王になるのは私ですからね。はい。なってください、女王に。進化してくださいと。もう進化、サスペンス。さあ、4マナ使って、ジャスミン、オッケー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 。これで、さっきのバウンスのね、呪文唱えられなかったら、3ターン目マーシャルクイーン。そして3ターン目 QED にね。まあ、これ、大手といったところです。さあ行きましょう。進化、ギャラクティープロテックス、マーシャルクイーン、ホーガンブラスターと、ポジトロンサイン、踏み倒しますと。まあ、サイクリカのおかげで、ホーガン、リセマラとかね、できるんで、まあ、正直かなりね、ガチャデッキのバリューは上がっていると。まあ、サイクリカか、インビンシブルテクノロジー、それか、メタルアベンジャー、ここら辺、引き当てたら、完璧です。ホーガンブラスターでポジトロンサイン。いや、ポジトロンサインの能力でもしっかり外していくんだよな、まあ、しょうがない、こればっかりは。ホーガンブラスターで、スペルサイクリカ、オッケー。これで、ホーガンブラスターおかわりです。もう、ホーガンブラスターのリセマラがね、ここでもうすごい外すじゃん。ねえ。さあ、もう知識を我が元にですから、まあ、このホーガンブラスターで流れを変えてきて、さあ、ホーガンブラスター、インビンシブルテクノロジー、これ世界変わったぞ。これインビンシブルテクノロジーで引いたもの、出せます、メタルアベンジャー。これで QED3 ターン目流解。これなんですよ、皆さん。で、次の後続のものも全部ゼロマナになります。もう切り込む。これマーシャルクイーン、ホーガンブラスター、スペルサイクルが全部ゼロマナです。これです。皆さん、これがガチャデッキの真髄。これなんですよ。で、これエンドするときに、そう、これもう合計3枚以上、もう3枚どころの騒ぎじゃないから何枚踏み倒してんだという話になってきました。3ターン目流解ですよ、皆さん。活目してください。もう3ターン目で流解してハンドもこんなにあると。こんな素晴らしいデッキ見たことない。こんなデッキが果たして N バード強い。でも関係ないよ。英知の力で全てルティンしたとしても、結局戻ってくるもの全部ゼロマナですから、さあ、おいでと。さあ、これマーシャルクイーン切り込む、切り込む。これ切り込むんでもいいな。正味切り込むんで、サファイア1枚も見えてないから、もうサファイアを全部、サファイアに全部変換して、ワンショットでもいいし、い
やでもな、これ難しいんだよな。この盤面をさ、あえて切り込むんでさ、どうなる、もう全部コスモポリタン、あーかー、勝ったじゃん。あ、ウィーラー、俺の対戦、おしゃ。こんデッキね、マジで可能性無限大なんです。さあ、対戦の方よろしくお願いします。と、オープニングハンドなんですけども、オーガンブラスター、ポリトンサイン、キリコムーン、コスモポリタン、マーシャルクイーン、ボルメテウス、サファイア、ドランゴでね、始まったオープニングハンド、やっていきましょう。さあ、相手のデックタイプ、何デッキかと、まあ、こっちはね、もうコスモポリタン、マーシャルクイーン、もうトリガーがね、まあ、オーガンとポジトンに引けてるんで、もう、あ、もうスペルブルーム引いてきたと。さ、水マナ、キリコムーンで、俺このためにキリコムーン2枚生成してんだからね、ほんとに。キリコムーンもちょっと活躍してもらわないとね、困りますけどね。これだってもう、これだって4800ポイントだからね。俺、ポイントね、280ポイントくらいしかなかったのに、キリコムーンのためにめちゃくちゃカード砕いて、このデッキ組んできたからね、もうリスナーさんにも3ターン目 QD 決めてくださいと。でもこれね、キリコムーンじゃなくて、全然ゴスペルとかでも良かったんじゃないかなって思うんで、やっぱね、このデッキはね、カスタマイズ無限大なんで、ネタ切れしたら、この、もうずっとね、このデッキ擦っていこうかなと思ってます。スペル、何の報告だよ。いいんだよ、そのネタ切れした時の報告は。でもね、次の診断までね、あと1ヶ月以上あるんで、僕はね、この環境を耐えなければいけないと。さあ、ポジトロンサインでホーガンブラスター、オッケー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 、完璧だね。ホーガンブラスターのルックで切り込む、強いぞ。これ切り込む強いんじゃない、めちゃくちゃあるぞ。おいおい、4800ポイント頼む、4800ポイントの意地を。さあ、メタルアベンジャー強い、メタルアベンジャー強すぎる。え、これ待って、またこれ3ターン目了解なんじゃないの。さあ、メタルアベンジャーからのメタルアベンジャー、あ、すごいんだから。あ、ダメだ、あ、切り込む、あ、待って、切り込むんで、あ、待って、切り込むんでエビデンス戻った。あ、これどうすんの、これどうなの、これ、おい、切り込む、何してくれてんの、お前、お前3ターン目エビデンス、お前、お前、お前3ターン目9、おい、切り込むてめえ、お前何してくれてんだよ、お前、お前俺の、あ、勝った、でもありがとうございます、大佐さん、お前せっかくの3ターン目9いいでよ、お前ふざけやがったぞ。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、いやー、このデッキね、もう勝率うんちですね。うんちです。もうとてつもなく。この、いや、結構負けてるんだよね。ほんとに。結構負けてる。すごく負けてるわ。だけどね、これやっぱね、勝ち負けじゃないんですよね、やっぱ。勝ち負けより大切なものがあるってね、おばあちゃん教えてくれましたからね、やっぱ。やはり、こう言うんですよ。やっぱり、もう語彙力も失ってますね。こう言うんですよってなんだよ。何も言ってねえじゃねえかよ。アンマナ使って、これマットロックチェスターかな？いや、おばあちゃん言ってましたよ。マットロックで勝つより、マーシャルクイーンで敗北する方が美しいって。そういうことなんですよ。行きましょう。もうこれはマーシャルクイーンを乗っけるだけの、ただ簡単なお仕事。で、これで、マーシャルクイーン埋めるじゃないですか。マーシャルクイーン埋めねえば。マーシャルクイーンをね、進化ギャラクティボルテックスするじゃないですか。で、これでスペルブルー、ポリトロンサイン、インビンシブルテクノロジーをね、縦に埋めることによってですよ。で、これテクノロジーは、ラッキーダーツで引き合ったら完璧なんじゃないかなと言ったところでですよ。で、これポジトロンサインで、ラッキーダーツをね、持ってこいと。さあ、ポジトロンサインで来た！来た！これね、テクノロジーでマジで世界変わりますよ。ラッキーダーツでラッキーダーツだとね、もう関係ない。もうラッキーダーツ、ラッキー、あ、ラッキーダーツ、ラッキー、お、どんだけ立てるよ、そんなお前。ラッキーダーツは、ホーガンブラスターなんですよね。ホーガンブラスター、ラッキーダーツなんですよね。もう、これ2分の1じゃないの。おーい !2 分の1だぞ、お前、なしだ、お前、待て、2分の1だよ。あ、スペルブル大丈夫。え、でもさ、もうラッキーダーツ全部ないよね。え、もうラッキーダーツ全部ないよね。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、切り込むマーシャルクイーン、ラッキーダーツ、メタルアベンジャー、ホーガンブラスターでね、始まったオープニングハンドやっていきましょうか。さあ、このデックなんですけれども、まあだいぶ強いですよと嘘つきました、すいません、強くないです。はい、回ったら強いですからね。まあ、回って弱いデッキは何なんだって言ったところなんですけども、まあ、でもね、やっぱり、ね、マーシャルクイーンってね、まあ、回った時の脳汁が全てなんでね。はい、本当に1000回中1回勝てれば脳汁出るんで、このデッキは別に。はい、そういうスタンスでやっていこうかなって思います。ブロンズアムドライブ、もうね、これね、すー、俺でこれでもさ、上に出そうかな、これテイクなんぼですよってね、ありだと思うんだよね。みんなはどれくらい俺が撮影に時間かかってるか知る義務がある権利とかじゃない、義務がある。なんでもうこれテイク78ですよとかね、テイク7億ですよって、これもう何連敗中ですよっていうね、もう左に出しときたいね。もう数えてないんでね、今回に関してはもう数えてたらもう目、あのね、カウンターが壊れるんじゃないかってくらい負けてるから。ブロンズの一点パンチね、はいはい、ブロンズの一点パンチは悪くない。でもね、これ結局、縦ゼロになった方が正直強いからね。うん、謎理論。縦ゼロになった方がね、
強いからねってね、もうデュエリストとは思えないぐらいの名言出ましたけどね。なぜゼロの方が強いわけないんだから。だってね、モンハンじゃないからね、モンハンみたいに火事場とか根性とかね、そういうスキルがあったら別ですけど、デュエプレにはね、そんなスキルないんで、そういうレジェンドスキルないんで、僕が持ってるレジェンドスキルはポーカーぐらいなんでね、もう僕の配信来てもらったら分かると思うんですけどね、すごいんだからポーカーが本当に。一点パンチでサファイア、ドランゴと、でこれ外銀が流回するけどリーサルがないでしょ。でこれね、コスモポリタンをね縦から引いて、いや回してくるんじゃない、コスモポリタンをね縦から引いてくれば、これワンチャン形勢逆転ライアーゲームがあるわけなんですよね。こういう時のためにやっぱ切り込むサファイア大逆転ゲーム、もうライアーゲームがこのために切り込む入ってると言ってもね過言ではないと。さあ、おスペルブル悪くない。コスモポリタンどこにいんの本当に。こんなに見えないことある？こんなに縦ブレイクされてんのに、こんなにドローしてんのにさ、すごいんだから。おい、コスモポリタン、お前どこにおんねん、お前コスモポリタン、お前